私は村田澄子です。89歳です。長崎県の諫早出身です。13歳か4歳その辺ですね。その日は蒸し暑くて夏の真っ最中で、その時爆音が聞こえてきたんですよ、飛行機の小さく。で、私らは訓練みたいなもんで、敵機3000メートル、4000メートル、5000メートルってこう爆音をこう聞かされたんですよね。あ、敵機来襲、高度4000メートルって言ったらクスクスってみんなが笑ったんです。で、空をじーっと見てたら、その青空にね、小さく銀色に光った、ね、飛行機はこう目に入ってきたんですよ。しばらくこう見てたら、すごい薄い雲がかかっていて、そこにこう消えていったんです。そこがね、ピカーッと突然光ったんです。もう幅広いその山並みの向こうに。で、私はなんでこの昼日中照明弾を、照明弾中夜落とすんですね。で、パーッと光らせて、あ、家があるとか町だとか、で爆弾を落とすんです。その照明弾を昼日中、太陽よりも大きいのを何で落としたんだろう、間違って落としたんかな、落っことしたんかなと思ったんですよ。それからちょっとしてダダダーンと音が来た、爆風が来たんですよ、うちらも。ほんでもう私は習ってたから、耳と目を塞いでカーッとみんな伏せたんですね。それから今度は顔を上げたら自分の声が聞こえない。で、顔や口をみんなガクガクさせながら、みんな見たらこう大きく口開けてね、ここを動かそうですね。それからやっとこう自分たちの声が聞こえる。で、帰り道は今度はゴミが降ってくるんですよね。そっちのゴミ、長崎の辺の何かかんか、きれい布切れとか、わけのわからない。それから私は外に出たら、なんかこう曇ってんですね。あの青空ってのが曇っちゃって、そして太陽がね、オレンジ色して小さいんですよ。眩しくないんですよ。だからどんよりの、さっきの青空どこ行ったのって感じで、2時間か3時間か。そのうちに父兄の親たちが近所近辺でダーッと走って行って、そしたら長崎から運ばれてきた人たちがトラックで山積みされてるのは死体ですよね。それはもう初めて見ました。黒くて焼けてね、ただれて、そしてみんなお嬢さんってね、お水ください、お水くださいってすがるのね。ほいで急いで、はい、ちょっとお水取り行くけど、そこに人だかりでね、ほいでお水はやっちゃいかんって怒るんですよ。ところがその次の日、次の日っていうのがものすごくひどいんですよ。みんな腐っていって、で次の日はもう臭く、高度がね臭くて、もう昨日までいた人が亡くなってるとか、むしろかけてあったりね。ただもう蛆がどっから来るのかよって、たかってこう噛むでしょ。もうそれで痛がってね。それでうちは洋服屋だったんで、母が布でね、火鉢の灰をくるんで、てるてる坊主みたいなのをいっぱい作って、ジュクジュクしたとこにパタパタ当てるのね。それドライにさせようとしても薬は何もないから、私らはもう顔を近づけて、もう蛆との戦いでした。もうハンカチでこう押さえてね、臭いから、それで顔くっつけて取るんですよ、ピンセットです。もう女性はね、特にね、皮膚の柔らかいとこに来るから、脇だとか股だとか、そういうとこ、股が特にひどかったですね。だから男の設置はそこは手伝えないから、私らはもう顔を突っ込むようにしてと、そうせんと若いお嬢さんたちがね、泣くんですよ、痛い痛い痛い言って。放射能を食べてもウジは大丈夫なのか、なんであんなに強いんだろうとか、この人たちはもう中まで焼けてますから、涙も出ないし、でもみんな死んでいくんですよ。
だから一番私は後悔があるのは、水をやればよかったっていうのが、自分が甲状腺の手術した時にね、次の日は目が覚めた時、お水をやらないんですよ。で、お水をくださいってね、言った時に、そのこの辺の乾き、一滴のお水が欲しい。その時に原爆の人たちにやればよかったと思う。3日目ぐらいで先生とクラスメイトとです、神社の方に行ったんですよ。避難した人たちの運ばれてくんですよ。そしたら真っ黒い人がもうワカメみたいにベラーベラーってこう皮がねぶら下がって、で目だけがギョローってしてますしね。でうちら悲鳴あげて逃げて、忘れきらないですね。どんな気持ちだったろうって思って、この方が、彼はお水が欲しくて神社の池とかありに来たんでしょうけど。でこの終戦後はまだ1歳ですからね、親元ですからね。それから今度父が亡くなって、で友達からお悔やみのカードと一緒に北海道に片道切符が来たんです。で10日間だけ行かしてくれっつって飛んだんですよ。雪の晴れでマチコ巻きのねマフラーしてカヌーさ立ってんですよ。うわこれロシアかしらと思うぐらいに、後ろあの雪の原でこう歩いてって、そこ行ったらゲートがあるんですよね。その日本人のおじさんに仕事探してました。そこがレバーオフィスがあるから行っといでって。で私は九州弁がどうも出るもんだから、面白がって電話よ、あんたすみとってとか言われてね、モテる近い家見に来たり呼ばれたり楽しかったです。そして今度はエニシオクラブっていう貸し館クラブっていうのが大きいのがあって、グリーンマンにねアメリカのお金、それから軍人の軍票、それから円、3種類のお金で結社買いに行く。タバコをくれとかウイスキーくれとかそこにザーッとあるんですよ。で狭いとこだからソロバンでこうトータルすると、みんながもういい軍人さんたち、そんな見たことないから、もう本当にズーのモンキーみたいなもんでしょうね。その次のボスあたりが、あんたタイプできるんだってとか、少しっつったら、じゃあ事務所においで、オフィスにおいでって言われて、今度は私オフィスの仕事なんですよ。ものすごい充実した、忙しい仕事だったけど、だから母にはね10日って言ったのに、私10年働いた。そこで母にお詫びにね、2000円かボーナスで2000円送ったのかな。スカートか買いなさいとか、洋服屋なのにさえでやったら、母がね一番心配したスミちゃんがお金を送ってきましたって、仏さんにあげたとかさ。主人は仕事上レントゲンの技師だったんです。アメリカに非常に肺病を恐れてますから、従業員の身体検査が1年に1回あるんですよ。で、ある時肺の検査行ったら、えらい若いのがレントゲンの係で技師でそういるんですね。で今はレントゲン取りした子逃げますけど、あの頃は彼たちは、はい息吸ってってそこにいますからね。なんかあのね若いのにピークされて覗かれてんな、裸覗かれてるな、あれと結婚すんのかなとチラッとこうよぎるんですね。覗かれてると思うの、無知で。それでアメリカの人って動作的に優しいじゃないですか、ジェントルマンじゃないですか。で結婚するようになって、通信部隊だから外国人の私と結婚したら出されたんだよ。でその時にキャンプザマのハスペロがあって、大きなそっちに転勤になったんですね。ベトナム の将兵たちが傷ついたのがいっぱい来て、非常に忙しい時でしたね。でそこで息子が生まれて、で2歳の時にこっちに来たんですね。だから1967、68年ですか、来たのは。でそこで彼がこの自分が病気して、でもすごくこの節々が悪性のリウマチみたいなんで、だから当分こうびっこ引いてましたね、杖をこついて。それはレントゲンのせいだって言われて、私はそう思います。原爆っていうのはもうなくしてほしいですね。
もう絶対なくしてほしい。あれはいらない。何がプラスになるんでしょう、人にとって。存在は忘れきれない。